黒猫ゲームズ見てね。はい、みっちゃん、おたまじゃくし。みっちゃん、みっちゃん、おたまじゃくし。おたまじゃくしですよ。どうも、こんにちは。黒猫チャンネルの黒猫です。久しぶりの登場ですね。これはね、水カマキリのみっちゃんですね。はい、相変わらずね、こんな感じなんですよ。周りにね、あるものがいろいろ反射してちょっと見えにくいんですけど、うん、まあまあ元気っちゃ元気ですけど、結構ね、苦戦しています。やっぱりね、餌なんですよ。あれからですね、まあ例えばペットショップ行ってミルワームを買ってきて、ミルワームをピンセットでつまんで、こうね、目の前で泳がしてみたりとか、はたまたね、いろいろね、試してみたんです。はい、ところがね、うまいこといかないですね。やっぱり餌付けっていうのは結構難しいです。みっちゃん動かないですね。生きてんのかな、みっちゃん。みっちゃん動かないな。みっちゃん、あー生きてる生きてる。とりあえず生きてる。よしよし。はい、こんな感じなんですよね。はい、ということで、いろいろ餌を与えてます。もう試行錯誤ですね。うん、だいぶ心折れそうなんですけど、とりあえず川のね、エビはね、やっぱ川のエビだけあってね、この環境ではね、生きていけなかったみたいで、すぐダメになりました。で、捕まえてきたメダカの方も、しばらくは泳いでたんですけど、まあ日に日に食べられたのかどうなのかよくわかんないんですが、ちょっとずつ減っていきましたね。はい。で、最近与えてる餌っていうのがね、まあもうもっぱらオタマジャクシを与えています。でね、初めてね、オタマジャクシ開けた時、ちょっとね、餌付けっぽい感じで餌あげれてるんで、その時の映像があるんでね、そちらをまずご覧ください。ちょっとみっちゃんこっち来ていただきましょうか。みっちゃん、みっちゃんごめん、あー来ないかな。みっちゃんごめん、ちょっとだけこっち来て。はい、来ましたね。はい、みっちゃんの方元気ですよね。ところで先に言っておきますけど、今日はね、みっちゃんにね、餌をあげようと思ってるんですよ。でね、オタマジャクシのね、死んだやつがね、出てくるんでね、ちょっとね、あんまり見たくないっていう人はね、このままバックした方がいいと思います。はい、取ってきたっていうのはね、オタマジャクシのね、もう死んじゃったやつなんですよ。はい、今回みっちゃんにあげる餌はこの子です。死んでしまっているオタマジャクシ、なんで死んでるのかね、ちょっとわかんないんですけど、とりあえずね、近くの溝を流れてたんでね、取ってきました。うん、まだね、死んで間もないような気がするんで、ひょっとしたらね、うまいこと動かせば食べてくれると思う。はい、これをね、みっちゃんにあげていた、みたいと思ってるんですよ。うまく食べてくれますかね。とりあえず箸でみっちゃんの前の方にやってみましょうか。みっちゃん、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 おたまじゃくし行ったよ。食べる？おたまじゃくし食べる？みっちゃんこっちこっち。はい、おたまじゃくし行ったよ。みっちゃん、そっちじゃないよ、みっちゃん。うわ
ー、みっちゃんこっちだよ。ごめんみっちゃん。みっちゃんこっちこっち。そっち違う。みっちゃんこっちこっち。ああ無理かな。ちょっとみっちゃんそっち行ったらダメだよ。はい、みっちゃん、おたまじゃくし。みっちゃん。みっちゃん、おたまじゃくし。おたまじゃくしですよ。あ、捕まえた！捕まえた！うん。捕まえた。捕まえましたね、今。ちょっと、後ろから見たらなんか微妙なんですけど。みっちゃん、おたまじゃくし捕らえた。ちょっと角度が悪いんで手で持ってるんですけど、食べてますね。これは食べる気で捕まえてますよ。ちょっと横の方から見てみますか。お、踏ん張った踏ん張った。横の方から見てみましょう。横からみっちゃん見てます。これこの後どうすんだ。多分ですね、この餌が気に入ったら、あのストローみたいなやつを刺して、チューチュー溶かしながら吸っちゃうと思うんですよね。確かそんな食べ方だったはず。わあ、どうなんだろう。気になるなあ。まだ食べてないよね。そうっすね。まだね、ストローの先を突っ込んでるっていう感じではないですね。ないんですけど、しっかり捕まえてます。もう絶対離すかっていう感じでしっかり捕まえてるんで、これおそらくね、今から食べようとするんじゃないかと思うんですよ。あのストローみたいなのを刺すんだよね、多分ね。ちょっと iPhone なんでちょっと画質悪いんですけど、もうちょっと近づいてみましょうか。ピントがね、ピントが合わない。どうですかね。なんかちょこっと刺してる感じしないですか。いやー、どうだろう。でもちょこっとね、刺し込もうとしてる感じはします。ほらほら、なんか口動いてますもん。なんかしてますよ、あそこ。これおそらくね、さっきも言ったんですけど、この尖ってる先を突っ込んで、なんかね、液かなんかを送り込んで溶かしながら吸っちゃう感じなんですよ。うん、完璧にね、餌として認識はしてますね。うわわあ、なんかグロいな、これ。お友達の方ね、もう死んじゃってますんで。いや、しかしグロいな。みっちゃん、食べ方なんか、グロいよ。ほら、ほら、絶対刺してる感じじゃないですか？まだちょっと角度変えてみましょうか。次、上から見てみましょうか。みっちゃん上から見た図ですね。1倍ズーム、2倍ズーム。ほら捕まえてる。これ絶対もう離さないですよ、これ。ちょっと動かします。ほら、一応ね、黒猫の iPhone7 なんで2倍ズームまではいけるんですけど、それ以降はね、デジタルズームなんで、絶対ズームデジタルズームなんでね、画質荒くなっちゃうんですよね。はい。約4倍です。これ、刺してないですか、ほら。ほら。なんか、突っ込んでないですか、あれ。うん。なんか突っ込んでる気もしません？ちょっとね、このまま置いときましょう。邪魔しちゃ悪いと思う、食事シーン。はーい、ということでね、あんな感じです。うん、今日もね、ということでおたまじゃくしをね、2匹入れておこうかなーなんて思ってます。早速入れますか。
タマジャクシはね、もう餌なんでね、水合わせもクソもない感じで入れてます。弱った方がね、餌になりやすいのかな。まあオタマジャクシ君にはちょっと悪いんですけど、よいしょ、入りましたね。なんかすごいとこ入った。うわ、みっちゃんの目の前っていうか、目の後ろ見えないだろうな。後ろにオタマジャクシ行っちゃいましたね。これ危険じゃねえか。うわー、横から見たず、すげえ、オタマジャクシ真横にいる。なんだこりゃこれ気づかねえのかな気づかねえんだろうなもう一匹はこっちに入っちゃいましたね。もうね、若干足が生えてきてカエルっぽくなってきている。うん、申し訳ない、なんせ餌で入ってるからな。うわー、すごいず、これメイトガードみたいだな。いやー、まあ言っても水カマキリとオタマジャクシだけど、ズームしてみますか。おー、なんとも微妙な関係だな。水カマキリ見えてねえんだろうな。なんて微妙な関係なんだ。一応ね、撮影はね、このまま続けてみます。ひょっとしたらシャッて捕まえるかもしれないんで。はい、ということでね、撮影はこのままちょっと続けてみるんですけど、一旦お別れの挨拶をしておきたいと思います。何にも起きない可能性の方が高いんでね。はい、ということで今日は水カマキリの動画でした。またね、コメントいただければお返事いたしますので、よろしくお願いします。コロネコチャンネルのコロネコでした。ご視聴どうもありがとうございました。バイバーイ。うわー、予想外、予想外。ちょっと目を離した隙にね、水カマキリがね、捕まえちゃいましたね。予想外だわ。これは予想外だったな。はい、捕まえるシーン残念ながら撮れなかったんですけど、うん、こうやってね、捕まえてやっぱ食べるんですね。食べるっていうか、まあチューチュー吸う感じ。はい、あー残念だな。